はい、あるです。おざす。はい。今日はですね、山セミですね。はい。久々の、まあ、山セミなんですけど、ほんまはね、7月入ったタイミングぐらいでちょっとすぐ行きたかったんですけど、まあ、まあ、梅雨の時期っていうこともあって、雨がすごくて、川の、まあまあ、水位がまあ上がって、いやまあ雨すごい豪雨なんで、でまあその加減で、まあ川がすごい濁ってるんで、まあそのタイミングで行ってもまあ取れる確率が少ないかなと思って、まあ行くのはね、行けるんですけど、まあ行ってもあんまり取られへんやろなっていう感じがあったんで、ちょっとまあ、行かずにはまあおったんですけど、でまあ最近、まあここ最近ちょっと雨が、まあ止んで、まあ梅雨明けたんかな、梅雨明けかなんかで、まあまあ雨が止んで、ほんでまあ晴れの日がずっと続いてて、まあ川の状態見てても、まあだいぶちょっと濁りが解消されてきたみたいで、うん、そんな感じがあったんで、まあちょっと行けるかなと思って。今日行くことにしました。はい。で、まあ今日ちなみにまあ平日なんで、あんまりね、ちょっとね、日祝、まあ土日祝で行くと、まあ人がね、まあ結構おると思うんで、まあ平日でも、まあちょっとどうかわからないですけど、まあまあまだ土日祝に比べるとまだマシかなと思って、まあ平日の、まあ今日に行くことにしました。はい。で、今日のセットは、まあレンズはいつものように、556なんですけど、ボディですね。ボディが、天気めちゃめちゃいいんで、今日は D500 にしようかなと、思っております。はい。で、まあ一応 D5 もまあ持っては来てるんですけど、まあ今日は D500 メインで、まあ撮っていきたいのと、あとね、もし余裕があれば、最近ずっとハマってる、Z50 に2倍テルコンつけて、はい、ということで、まあ、行ってきました。結果はね、まあ、坊主でしたね。はい。一回も電が立つね。一回も。朝から行って8時間半ですよ。8時間半粘って、山セミは一回も電が立つね。はい。8時間半ですよ、もうほんまに。結構ショックっすわ、ほんま。ほんまに。ね、睡眠時間より長いですからね。はい。で、まあ結果は坊主やったんですけど、朝出てなかったからね、ちょっとまあ怪しい気はしたんですけどね、だいたいまあ朝とまあ夕方がまあだいたい動きよるんで、まあ日中はちょっと可能性は低かったんですけど、まあ一応それでも、まあ全く出ないっていうことではないんで、まあ一応粘っては見たんですけど、ダメでした。はい。いやー、暑いな、悔しいな、ほんま。この間が良かったんでね、今回もちょっと期待はしたんですけどね、はい、ちょっと悔しいな。まあ一応、サギ、青サギかな、青サギと、キセキレイと、メジロ、それからカエルは取ってきました。はい。そんだけだけでしたね。はい。で、一応ね、まあフィールドまあ行ったら、まあまあなんだと、まあ他のカメラマンの方と、まあちょろちょろとお話しする機会はあるんですけど、まあ今日行ったフィールドでたまたままあオリンパス持ってある人で、まあ実はずっと D500 が、まあ気になってるんですけど、まあ動き物に対してオートフォーカスどないですかみたいな、まあ話がありまして、まあ抜群ですっていう答えを、まあ返させてはいただいたんですけど、でまあまあ一応まあ取り比べして、やっぱりええなっていう話で、まあ D500 に決めるわっていうことをまあおっしゃられて、まあ最後帰ってきはったんですけど、まあニコンユーザーこれで、まあ今日一人増えたかなと
何の話やねんって感じなんですけど。まあ一応、まあそんなカメラ談義をしながらですね、まあ今日一日は撮影してました。はい。ということで、まあ特に写真撮れてないんで、まあこれと言って、まあお話は特にないんで、まあ今回は、まあこれで終わりだと思います。はい。ちょっとまた、まあリベンジは必ず、また行くんで、まあその時は、まあまた動画にするんで、まあよろしくお願いします。はい。それでは、お疲れ様でした。はぁ、疲れた。